ボートレース常滑が舞台です。解説64周年記念競争 G1 トコタンキング決定戦シリーズ5日目、いよいよ準優ラストカードの争いです。水面上第12レースを迎えました。対戦メンバーです。1号艇辻栄三、2号艇魚谷智之、3号艇は桐生純平、4号艇石橋道友、5号艇が三所高春、6号艇白井英二です。コース取り動きはありません。枠番通りのスタイル固まりそうです。シリーズ予選をトップ通過と順調です。締めの陣営高和高手にがっちりインコースを抑えるところ、人気の中心辻栄三、今ホーム側へ。その奥を続いて魚谷桐生、ドリームウィナー2人が登場になります。初日のメインファーストドリームを制したのが2号艇大谷、2コースそして3コース2日目のメインセカンドドリームウィナーであります桐生。下げて3艇ダッシュ戦、角4コースを引っ張っての勝負がけです。4号艇の石橋、その下5コースには5号艇のミーショー、取り付けスタンドご覧の通り破格のパンチ力を武器に持ちます5コース。そしてその外につけるのは6号艇の白井。3対3と分かれたポジション第12レース最後の準優勝戦、並びはウィンコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。トップタイミングはインコース、1号艇の辻、2コース、5コース、どうでしょう、じわっとアウト行く5号艇ミッション、インから先に行く1号艇の辻、握っていったのが3号艇桐生、内を通って2号艇大谷、バックへ入った、リードは判定浸透、1号艇の辻が先頭、2番手2号艇大谷、3番手内に変わって3号艇桐生、1周目マークの先形に入ります。スタートは正常、先頭抜けた3艇身先行する1号艇辻映像、2番手インから3号艇桐生が来る、2号艇大谷、外を回ってホームスレッジへ入った、アウトサイド2号艇の大谷、一定者2停止先行です。内側3番手3号艇桐生、外から5号艇のミーショが直線コースを浮上する、さあ3番手のスイが3号艇5号艇両生徒に広がって2周1マークの線形です。インから3号艇の桐生が3番手を先行する、2番手先前2号艇の大谷、引いて通る5号艇ミーショが応戦、バック入った、わずかに引き並みくなった3号艇桐生、内を抜けて現在3番手は3停止先行であります5号艇ミーショ、3点並び1-2-5となって時計らを通過、2コーラの旋回に移ります。先頭は独走態勢1号艇辻、2番手は2号艇大谷、3番手は5号艇のミーシュが優勢、開いた3号艇桐生が内を通ろうとホームへ帰る、前方側一瞬暴れた5号艇インを伝って3号艇それでもアウトから、3番手は一停車2停止先行中5号艇ミーシュ、3艇並び1フタ5をそのまま最終周回です。3周系の第3マークを旋回は独走態勢1号艇辻映像、2番手が2号艇大谷、雑んで回って5号艇のミーショが3番手のポジションキープ、コーラー接近したんですが3号艇桐生は4番手、その奥水が空いて5番手には6号艇白井、先行ホールは4号艇石橋です。ラストターンマークの旋回態勢に移るところ、独走態勢1号艇辻映像が最後のホーム直線へ、2番手には2号艇大谷、3番手のポジションには5号艇のミーショ、上位態勢1、2、5となった12レース最後の準優勝戦、まもなくゴール、先頭1番辻五輪、2着2番大谷五輪、5番のミーショ、3番の桐生、6番の白井五輪、最後方で4番の石橋五輪です。